야, 네 거! 내 쪽이니까. 어, 내 덤비! 皆さんこんにちは。はい、久しぶりのゲンタのゲーム実況です。で、今回はちょっとこのコロコロね、4月号についてくるポケモンもそうですけど、特別シリアルコードクライマックスのアーマーガを捕まえたいと思います。シリアルコード合言葉で受け取る。シリアルコードまだ合言葉で送る。本体の電源が切れたり通信ができなくなると、そのシリアルコードや合言葉が使用できなくなることがあります。本体のバッテリーの残量や通信に問題がないか確認してください。大クリスタルですね。そしてこれが使える場所に行きます。どこかって。ここが、こっちに移動ですね。あ、ここ雨の上に。雷かい。めっちゃ怖いよ。ここですね。で、確かバッグにあるはずなんだよね。ほら、これで使う。え、でかっ。めっちゃでかいやん。え、ねえ、ちょっと大きい。いや、でかい。待って、これさ、全部、ちょっと見る。ナックルシティじゃないよ。仕方ない。これいいか。見える?もう見える。めっちゃでかい。ここじゃ雪だからね、見えない。靴なめっちゃでかい。で、あそこにアーマーが入る。じゃあ早速行きます。一発で行きたいな。アーマーが本物だからリザーブ。え、待って、普通のこれね。普通のが、この、左側にあるやつ。で、これね、右がアーマーがあるやつ。で、あ、通常のグルグルもある。ちょっと、いっか?
図鑑はね、ちょっと揃えたいんですけど、ただね、ちょっと、まだね、あとね、34匹ぐらいいるんです。なんとか揃えて色違い探す。なんとか揃えて色違いを、色違いを探したいと思います。では、アーマーガンに行きます。はい。あ、星4じゃん。今までね、一人でマックスレイド結構やってきてるんですけど、ちょっと、ザシは、あ、違う。巨大マックスのアーマーガは初めてですね。あ、これか、リザード。あ、いた。あ、星4だから簡単じゃん。どうしよう、この動画めっちゃ短くなるぞ。できるだけ、あれ、これか、これか、こっちか、違う、こっちじゃない、こっちじゃない、あれ、こっちじゃない、こっちか、カラス。はい、1,2,3,4V か。相当優秀ですね。じゃあちょっとバリアードしようか。念のためエルベイビー。あ、じゃあとりあえずレベル100にしよう。あ、違う。ちゃうって。多分これぐらいになるでしょ。カラス。
74효과. 맞아, 문제 있는 거지. 됐어. 아, 이제 왕호야, 지시오. 뭔가 HP 안 돼. 하이. 이제, 대목선으로. 今ある巣穴を全部見て強そうなやつとか対戦します。じゃあそこまで。鬼号わからん。お仕事戦いたいの鬼号。これ誰？あ、サム。ねえ、うわ、サンタクロースだ。時期遅い。結構早すぎる。確かこっちにはぐるぐるもあったからね。待って、単品単品ワイルドエリアニュース確認ないよね。下まで見たけどね。アクダイワックスだ完全に。星読んだよ。弱いよ。とりあえずこの子。はい、緊急事態。巨大マックスリザードン。あんだけ粘ってもいなかったのに、出来るのに全員。ここに出ました。とりあえずやってみます。あー、カラスやって。カラス。あ、ちょっと待って。調べて一応。何もない。え、じゃあとりあえずやってみます。キャンペーンとかやってませんよね。ちょっとキャンペーンとかやってたらすみません。ちょっとレアとかになっちゃって。これは完全巨大マックスです。
けよ。今回地獄のようなメンバーだ。あはは、まあまあまあ、俺と何すか。はい、オッケー。そうなんすか、攻撃するかどうか。はい、まず俺の火傷になるんだよ。マスターボール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 、これあだ名なり、はいはい、お、チョキちゃんって誰、おーみっくりね。今回は久しぶりにポケモンのソードを実況しました。でね、まあディスクだよ、あとやったどんも使ってとっても良かったです。どうでした
アレンジしたはい、今日はここまでです。また何かあったらプレイしていきたいと思います。また見てね。Thank you.